どうもこんにちは、たかしでございます。本日もゆるゆるとカメラについての話をやっていきたいと思います。このチャンネルではカメラ楽しいをコンセプトにした様々な動画を出しております。ぜひ初めての方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけでね、今回なんですけれども、こちらニコンの Z9 についてやっていきたいと思います。今回ねちょっとマニアックかもしれないですね。今回ねZ9 を、ニコンさんにレンタルさせていただいたりとか、自分で買ってから、大体1ヶ月ぐらい使い込んでみて、僕なりにね、良かった点悪かった点を整理しようかなと思いました。が悪い点、悪い点っていうほどでもないなみたいなことしかなくて、結果的にもっとこうしたらもっと良くなるんじゃないかなっていう点にね収まっちゃいましたね。これがあるからニコン Z9 はダメみたいなことっていうのはまずないと思います。なので基本的には僕かなり買いのカメラなんじゃないのかなと思ってます。実際問題、どのメディアを見てもいいねって言われているこの Z9 なんですけれども、当然普通に使う人から、非常にね、マニアックな使い方をする人っていうのもこれプロ機なんでね、多いんじゃないかと思うんですよね。なんでいろんな意見を見て、皆さんご自身なりにね、このカメラに対する評価っていうのを考えていただければいいんじゃないかなと思います。そういった部分のね、一つのなんていうのかな、ポイントとしてね、僕の動画もお出しさせていただいている次第でございます。でじゃあ何の仕事に使ったのって言いますと、まず記念撮影、そしてスタジオでのモノブロックを使ったね撮影、そして舞台での撮影ということでね、年末にかけてかな、特にいろいろやらせていただきまして、あと野鳥撮影とかね、普通の人物撮影とかは、このゆるフォト内でもねさせていただいている内容となります。最初にね、このカメラについての結論を言うと、先ほども言いましたけれども、僕は買いなカメラであると思います。ニコンに対する全ての不安とか今までの評価っていうのを180度ひっくり返してくれたカメラであるというこの Z9 ですよね。本当に使っていて何不自由のない、そして楽ちんだなって思えるカメラに仕上がっていると思います。そんな中、実際にね仕事で使っていて気になってしまった点っていうのをお話ししていきたいと思います。これはね本当に一般の人が気になる点っていうよりも僕のエゴに近いと思いますんで、その点も踏まえながらマニアックな視点でねお考えいただければなと思っております。1つ目、 USB 端子がもう一つ欲しいということで、この Z9 にはね様々な端子が搭載されております。LAN の端子であったりとか、 HDMI のタイプ A のね大きい方の端子であったりとか、さまざまな端子っていうのはこの横のところに搭載されているんですが、僕の撮影ってスタジオ、特にスタジオで撮影するときはテザー撮影っていうのを使うケースが多いです。テザー撮影が何かっていう話ですけれども、このカメラからパソコンに撮った写真がすぐ転送されるよっていう仕組みなんですね。でこの接続タイプには2種類あって、有線での接続と無線での接続ということであります。ただ無線での接続って物理的にやっぱ時間がかかるので、基本的には有線での接続という形になるんですよね。でなんで有線での接続をした際に僕が不満を感じているかというと、有線で接続をすると USB Type-C が塞がります。カメラ側の Type-C が塞がってしまうと、そうすると何が起きるかっていうと、給電、 USB 給電というね、このカメラミラーレス業界になってから、一番僕が愛好している機能、給電機能っていうのが使えなくなっちゃうんですよ。正確に言うと、このパソコン経由では給電が起きるんですけど、給電能力が弱い給電方式になってしまうため、やっぱり電池の減りっていうのが、普通よりかは緩やかになるんですけれども、減っていってしまうという現象が起きるんですね。せっかく給電ができてスタジオで固定で撮ってるんだったら、ずっと同じ電池で1日入れた方がいいじゃんっていうことで、僕はこの USB ポートが2つある状態っていうのが理想なんじゃないかなと思ってます。でソニーにしろキヤノンにしろ、実はこれ搭載されていなくて、キヤノンも1つ、ソニーに関してはタイプ B のポートが1つ余分についているので、並行して給電っていうのを行うことはできるんですけど、やっぱりタイプ C じゃないと追いつかないというところがあって、結局これもかなってないんですよね。そういう意味で言うと、こんだけポートをつける余裕があるんだったら、タイプ C をもう一個あってくれた方が僕はね理想に近かったかなと思いました。今後どうなるかとかいろいろあると思うんですけれども、ぜひねタイプ C をもうほんとグリップの袖でも構わないのでね、つけておいていただきたいなと思いました。そして2つ目、これはね皆さんと一緒に考えていきたいところでもあったりして、今回一番お話をしたい内容でもあったりします。
基本的にはこの Z9 では世界最大の19種類の被写体認識ということで、いろんなものを認識して適切な場所にオートフォーカスを合わせてくれるようなシステムが取られております。これによってこのファインダー内に捉えるだけで簡単にオートフォーカスが合うよねっていう機構になっているんですけれども、たまに限られた場面でということになると思うんですけれども、被写体認識はしているのにフォーカスが当たらないっていう事態が起きています。これは本当にままあるとかではないんです。もう本当に稀にあるっていうレベルなんですけれども、これが起きておりまして、でこれはニコンさんでいうと Z6II の段階で僕は体感をしているものでありました。でどういうことが起きたかっていうと、暗いところで人物を撮る、本当にバーとかで変なライトを落としてもらって、で後ろにある光と、フラッシュで照らす光で撮りたかったんですよね。なんで結構暗い状況下で、瞳オートフォーカスを合わせて撮ろうと思ったんですけど、瞳の認識はするんですけどそこにオートフォーカスが合わないっていう現象が起きていたんですよね。暗い時にフラッシュを焚いて撮りたい時だけの現象だったんですけれども、この Z9 を使っていると、例えば飛んでいる鳥を撮りたいと思って本当にサッと合わせてうーって追ったんですけど、鳥のね被写体認識はしているんですけどオートフォーカスが合わないっていう現象があったりとか、あと藪の中にいる鳥に対して被写体認識で鳥を認識してるんだけどオートフォーカスが合わないとかね、そういったことが起こっておりました。で僕なりにこれがどういうことかっていうのを考えると、基本的にはオートフォーカスを合わせる機構とこの被写体検出という機構っていうのが別のシステム上プログラム上で走っていて、でこの被写体認識っていうのがあった場合に、フォーカス側に何かしらの信号を伝えてこのフォーカスが作動するっていうことなんだと思うんですけど、これがうまく両輪で回りきっていない場合っていうのはまだあるということなんじゃないのかなと思いますね。ただこれも普通に撮ってる分では全然起きないですし、そんな暗いとこでフラッシュで撮るとき普通モデリングたくでしょっていうふうに思われる方もいると思うんで、これは完全に僕のエゴです。本当フラッシュ一灯で手軽に撮りたい、モデリングランプついてるようなやつは持ってきたくないから発生してしまった件であって、でしかも Z9 ではその暗がりで同じように撮影をしたんですけれど、問題なく瞳オートフォーカス、瞳にねがっちりとピンが合っていたので、これは非常に成長している部分だと思うんですけれども、そういったことがあったよというところで、皆さんもねなんかそういった事態があるようでしたら、どんな時になったよみたいな部分をコメントで教えていただけると、なんかこれ解決の参考になるんじゃないのかなと思いまして、ぜひよろしくお願いいたします。ただね本当に普通に使う分にはもう何も困らない、ぶっちゃけ超優秀なオートフォーカス性能だと僕は思います。本当に矢沢さんのようにポイント速攻で合わせてD6 と比べてみたらちょっと遅いじゃないかみたいな、迷うじゃないかみたいなとかあると思うんですけど、僕は基本的にそういった使い方をしないんで、僕はね本当に大満足している状況かなと思います。そして気になった点最後なんですけれども、これね僕がね散々こう YouTube を使って発信していた内容を実装してもらったぜイエーイってなって、でそれを使っていたら、そうだよねって思っちゃったことなんですけど、削除ボタンがね右手で押せる範囲内に欲しかったんですよ。こんな感じで、左手でレンズで右手でグリップを握ってファインダーを覗くと、で例えば舞台の最中ちょっと休憩があった時とかにこうファインダーを覗いて左手ホールドしたまま再生ボタンを押すとファインダーの中で撮った写真の確認ができると、それによりちっちゃな露出のね修正とかっていうのを加えながら撮影ができるというところで、かなりメリットがあるなと思ってこれ結構押してたんですけど、これがねできてしまうと、失敗した写真をね消したくなるんですよね。というのも2000枚3000枚撮る撮影になってくると、当然ですけどミスショットっていうのを選別する時間っていうのは後でかなり必要になってくるんですよ。でも撮ってるさなかふとした瞬間で手軽に消すことができたらすごい楽じゃないですかね。で再生はこれでできるんだけど、削除しようとすると削除できなくて持ち替えてここで押さなきゃいけないんですよ。だから削除って非常に大変。そういう意味で言うと削除ボタンが右手の届く範囲に欲しかったっていう話なんですね。でこれ残念だなと思ったんですけど、よくよく見たらカスタムボタンで再生中にカスタムする機能っていうのがついてます。なのでこれで右手届く範囲内で削除ボタン割り当てたら解決じゃんと思ってウキウキでね設定してたんですけど、ここにね削除の項目がなかったんですよね。
なので写真を削除するボタンっていうのがカスタムに入るとこれは解決する問題なんですけど、ファームアップで解決していただけないでしょうかっていう、まあ、こう相談的なね、ニコンさんお願いしますっていう内容でもあったりします。ソニーはこれがねこうなっていて非常にやりやすいしミラーレスに特化した作りになっているなっていう感じをすごく受けると思います。ニコンも今回それに一歩近づいて再生プレビューボタンがね右手のところに来たんで、ぜひねこのカスタム機能で削除ボタンを右手の範囲内に割り当てられるっていうことをね実装していただきたいなと思います。ぶっちゃけ再生中に使わないボタンはねもう全部カスタムできてもいいと思うんですよね。はい、そんな感じでございます。まあ、いずれにしようファームアップでもしこれが解決できるのであれば、まあ、非常にね強い手段になるなって思ったのはオートフォーカスの件と、まあ、このカスタムボタンの件ですね。まあ、それを踏まえて考えるとこの Z9 っていうのはまだまだ未来にね非常に大きな可能性というのを残しているんじゃないのかなと思います。まだ2段階3段階の、ね、変化がある可能性があると思います。ニコンはファームアップに関してはかなり力を入れているメーカーだと僕は思っているので今後非常に期待をしたいと思います。そして良かった点についてまず1つ目はねやっぱりね縦チルトがね最高なんですよね。まあ、この縦グリと相まってなんですけれどもこのね縦撮影に対する嫌な感じっていうのを全て払拭してくれることができましたし、この後軸ずれっていうのが起こらないこの撮影の自由度っていうのはどんな仕事でどんな場合でも非常に役立つ非常に魅力的な撮影ができるカメラになったんじゃないでしょうかね。ほんと縦チルト最高です。そして合わせてこのねファインダーこの見え方もね僕の使ったカメラの中では一番撮りやすかったと思います。まあ、総合的に撮りやすかったということで、まあ、数値になかなかできないんですけれどもやっぱり撮ってる時に、まあ、撮りやすいなあいいなっていう風に感じることができるファインダーになってるんじゃないかと思います。これはなんかニコン特有ですね。画素数を上げすぎていないからこそなのかもしれないですし、まあ、ここは何て言ったらいいか分かんないんですけれどもやっぱいいんですよ。でことをプレビューをする、まあ、再生をする撮った写真を見るっていうことに関してはやっぱり画素数高いファインダーの方が見えやすかったりするんで、まあ、そこはそっちに軍配が上がると思うんですけど、まあ、基本的にはこの画素数でも困ることはないんじゃないのかなと思います。まあ、あの他社のファインダーだとなんか撮れた写真よりもねよく見えちゃったりするんですよね。そういう意味では悪い弊害もちょっと合わせつつという意味で、まあ、現実ラインで現実のまま見えるような感じで考えるとやっぱりこのファインダーって非常に素晴らしいかなという側面もあったりするんじゃないのかなと思いました。はい、そしてここから少しずつマニアックになっていきます。これストロボ端子がね追加になったんですよ。 Z6、Z7-2 にはストロボの端子がついてなくてストロボの端子というか、まあ、有線でストロボを使いたい場合にはシャッターのところにね別売りのものをつけなければいけなかったんですよね。これが今回改善されてここのところにねそう2つついているんですよ。これがあるおかげで僕は非常に助かってます。でなんで助かってるかっていうと基本的にスレーブ系のものって電池入れなきゃいけないじゃないですか。僕あの電池の抜き差しがもう超めんどくさくてで結構放置しがちなんですけど大事な場面で電池切れるみたいなことが結構あってただ有線なら絶対切れないんですよ。だから基本的には有線を僕は推奨して使っている派なんですけど、まあ、そういう意味でこの単純にねストロボ端子があることによって有線が使いやすくなったっていう話なんですけどこれはね非常にメリットある人も多いんじゃないかなと思います。まあ、今まではあって普通だったんですけれども、まあ、なくてもいいよねっていう、まあ、新しい価値観を出してきたのは、まあ、ニコンの Z6-2 とか Z7-2 とかねそれまでのラインだったわけなんですけれどもね、まあ、それはそれこれはこれっていうことでプロ機にはまあ必要でしょうね。あの僕にはね本当に必要な端子ですよね。はい、そして次高効率ローがねめちゃめちゃ使えるんですよ。というのもこの高効率ローって何かっていうと、まあ、ローファイルって、まあ、JPEG と一緒に保存されるファイルで、まあ、何かあった時のバックアップファイルとか、まあ、本当に緻密に現像をしたい時とかのファイルなんですよね。まあ、ただ保険に取っておくことも結構あると思うんですよ。保険に取ってあるんだけど ISO オートで取っちゃってるしこれ全部のファイルのノイズ処理とか絶対できないよなっていうことで塩漬けになってるケースとかも結構あると思うんですよね。まあ、そういう意味で僕は
基本的には JPEG 出力をおすすめしつつ撮っているわけなんですけれども、なんで基本的にはまあ連写とかを使う仕事は JPEG で納品、まあ、撮って納品をするっていうことがほとんどなんですけれども、やっぱりローを抑えとかなきゃいけない場面っていうのもあったりするんですよね。重いと何が起きるかっていうと、ハードディスクをねめちゃめちゃ圧迫するんですよね。なんで、まあ、そういう時にこの高効率ローというものを選ぶと、まあ、大体半分ぐらいのファイルサイズで済むということでね、まあ、大人気になりそうなこの高効率ローなんですよね。しかもですよ、普通の、まあ、ロスのないタイプ、圧縮してないタイプのローに比べてそんな遜色ないレベルのローファイルが作られるんですよね。人によってどこまでこだわるかっていう問題あると思うんですけれども、基本的には僕これでいいんじゃないかと思っていて、ニコンもおすすめで、標準は確かこれが選択されていたんじゃないのかなと思いますんで、まあ、今後はこれでもうどんどん切り進めていきたいかなと僕はね思っている次第でございます。やっぱねファイルサイズ重いとね辛いんですよ。すぐねハードディスクいっぱいになっちゃうから。YouTube とかやってると動画とかもあるでしょ。もうね本当ねハードディスクの山ですよ、そこにあんの本当にまあそれをね解消するためには一番持ってこいかなと思いました。そしてやっぱりこれですよね、 3D トラッキングはね本当最強です。まあ、これに設定しておけば、まあ、通常にねこう合わせて追従をしてくれるだけじゃなくて、被写体検出が同時に働いてくれるので、顔があれば顔に行くし、目があれば目に行ってくれるという感じなんですよね。非常に便利です。本当無敵の機能なんじゃないかって思えるぐらい使ってる機能になりますけれども、これさえあれば基本的には問題ない。まあ、あとはこれとタッチフォーカス、これをね並行して使えればもう本当にこれだけあれば困ることはまずないです。下手くそであればあることね頼り切っていいんじゃないかと思えるこの機能ですね。この機能がオートフォーカスを合わせてくれるんだったら他のところに頭のリソースを避けるわけなんで、そっちの方が幸せな写真撮れる確率高くないですかね。そしてこれオートでの撮影時に、まあ、露出っていうのを調整してくれる速度っていうのが、まあ、従来機よりも速い、まあ、使っている他のメーカーのカメラと比べても速いような気が僕はしておりまして、でこれ何で感じたかっていうと、まあ、これもねいろんな状況によって得意不得意っていうのはメーカーやカメラごとにあるんだと思うんですけど、僕がね感じた状況では、例えば舞台で踊ってる人を撮るという時に、左端とか右端とかにね暗幕がかかってるんですよ。本当は良くないんですけど、どうしても同じ地点から撮っていると暗幕を急にバックに持っていかなければいけない場面っていうのがあったりします。そうするとどうなるかっていうと、急に暗くなったから明るくしようっていう動きが、まあ、ホワイトバランスのどういう設定をして撮るかにもよるんですけど、僕は基本的には、まあ、全体でうまく見る設定をして撮っているんですね。まあ、そうすると当然黒バックに反応して明るくなってしまうと。そうすると被写体である人は明るくなって白飛びしてしまうみたいなことが起きるんですけど、まあ、基本的にはどのカメラメーカーも、まあ、そこからね設定をそこだけ変更して変えたりとかっていうことをしなきゃいけないんですけど、ニコンは人物の認識がかかると人物の方に寄せてね露出を変えてくれたりするんですよ。まあ、そういうのもあって、まあ、一番適切に合わせてくれやすいんじゃないかなと僕は思っているんですけれども、そんな中でも、まあ、白飛びに近い状態から通常の明るさに戻してくれる速度っていうのは非常に速くなって、まあ、よりねミスショットが減ったのかなっていうふうに思えるのがこの Z9 でした。まあ、この辺はね人を検知してどういうふうなシステムを走らせるかっていうのはあると思うんですけど、基本的にはニコンはそんな感じで走ってるんじゃないかなと思ってます。ちょっと間違ってたら申し訳ないんで、そこはね、コメントなんかで教えていただけると幸いかなと思うんですけれども、以上ねそんな感じでございますね。はい、いろいろねこの Z9 について、まあ、現場で使ってみて良かった点悪かった点ということでお話をさせていただきましたが、はじめにも申し上げましたけれども非常に素晴らしいカメラでございます。本当にこれを使わないっていうことは撮れ高を失っている可能性っていうのは間違いなくあると思うんで、そこに対する投資としてはプロアマ関係なく本当に価値ある存在になっていると思います。本当にね楽しいですよ、撮ってて次何撮り行こうかなっていうふうに思えるカメラに仕上がってると思いました。ではねコメント返しやっていきたいと思います。はい、まず一つ目のコメントですね。サイサイさんかな、ありがとうございます。まあちょっと読めないんですけれども、なんとなくこの Z28-75mmF2.8 もいいレンズだねって言ってくれさっているのかなというところを見ると、まあ僕は本当に安心してお勧めできるレンズの一本であると思います。
まあ、ただ他のレンズと比べた上でどういう状況で撮るかっていうのをよく踏まえた上で選べるとね、よりいい結果になると思いますので、皆様ね、参考にしていただければなと思います。次のコメント、マリエンさん、ありがとうございます。マニアックな比較ありがとうございました。 DS の方がボケてるというよりはボケているものが何か分かる感じでボケているような印象を受けました。色のりがしっかりしているからかもしれません。比較するとボケどうこうよりも顔や肌の質感が全然違うなと思います。屋外や屋内も肌が自然な色合いになっている。やっぱりボケの大きさの違いではなく色によってボケを良くしている気がします、ということでね、このフィルター系ですよね、非常に僕たちを楽しませてくれてはいると思うんですけど、やっぱ高いということで皆さん二の足を踏みやすいレンズかと思うんですけれども、こうやってね、比較をしてみると、長所短所っていうのは見えてくるんじゃないかなというところかなと思います。ぜひね、欲しいなと思っている方は参考にされてみてください。ニコンもね、こういったトライっていうのをどんどんしていただきたいなとは思うんですけどね。次のコメント、タカさん、ありがとうございます。めっちゃ地元なんですけど、ということでね、はい、僕ね、横浜市出身なんですよ。なんで、横浜もね、結構撮りスポットあるなと思っていて、いろんなところに出かけたりはしているんですよね。その中でもこの真横公園って非常に素晴らしい公園なので、ぜひね、行ってみていただきたいなと思ってます。その上でね、必ず守っていただきたいのは、ゴミを捨てないっていうことと、あとね、これはお願いになるんですけれども、近くでね、お金を使っていただきたいんですよ。近くには何もないんですけど、来る途中とか、近所のお店とかっていうのを考えると、やっぱね、地域貢献に発展してくれるとね、少しでも僕は嬉しいかなと思っております。キャノコンさんかな、ありがとうございます。逆光時にもコントラスト維持されて抜けが良い感じはニコンさすがですね。ソニーのコントラストが低い感じは私は気になる。キャノンは安定ですかね、ということで、本当におっしゃられてる通りがね、全てかなと思います。特にね、逆光時の写真っていうのは、僕のイメージではニコンは何でも撮ってはいけないイメージ、要はちゃんと計算して撮らないと後でうまくいかないよっていうイメージです。で、キヤノンはだいたい何とでもなる確率が多いなっていう感じで、ソニーはね、逆光で写真撮ると結構映えた写真になりやすいんで、打率高いからとりあえず撮っといた方がいいよねっていう場面が多いっていうのは僕の中での感想かなと思います。それぞれあると思うんですけれども、ソニーはね、ちょっとドラマティックな絵に寄せやすいカメラでもあるので、そういうところがね、結構作用してるんじゃないかなと思います。このね、コントラストの低さっていうのは非常に作用している部分でしょう。次のコメント、アントアントさん、ありがとうございます。真横公園来たのか、会いたかったな、また来てくださいね、ということで、また冬にお伺いいたします。もしかしたら今年ももう一回行くかもしれないんですけど、非常に大好きな公園でございます。次のコメント、飼育者千代スクンさん、ありがとうございます。マロちゃん野鳥友の会、楽しく撮れれば OK、 ということで本当に楽しかったです。やっぱね、写真を楽しむことっていうのが大事で、私たちが生きてる意味とは何かっていうところにもつながると思うんですよね。皆さん本当に楽しいっていうのが一番人生で価値あることだなっていうことをもう一回定義して認識して、そしてこのカメラを使っていただくとね、より楽しい一生っていうのは送れるんじゃないかなっていうふうに勝手に思ったりしてます。はい、そして最後のコメントを、名犬マロンさん、レンズは100、400ですか、ということで、その通りです。 MJ さん、ありがとうございます。鳥を取りに来て取り放題、ですねはい、というわけでね、本日の動画は以上になります。皆様ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは皆様、良いカメラライフを。では。